ヘンリー・トーマス名誉はアメリカ海軍の軍人、海軍大将。名誉は1856年12月8日にバーモント州バーリントンで生まれる。1876年に海軍兵学校を卒業すると、その後は沿岸調査を含む様々な任務を経験した。米西戦争の期間には北米の西海岸においてホーカンベニントンで勤務した。 1913年に海軍少将に昇進し、1914年4月9日のタンピコ事件では艦隊の指揮を行った。ウェルタ将軍に対する彼の公式謝罪要求はメキシコとの緊張関係をさらに強調した。1915年6月に海軍中将に昇進すると大西洋艦隊司令官に着任する。1916年6月19日に彼は、 海軍大将に昇進した。戦時におけるアメリカ及びヨーロッパ水域でのアメリカ海軍を指揮、支援した功績により、彼は海軍主勲章及び様々な外国からの勲章を受賞した。彼はまた、戦後は艦隊における航空機の活用に先見の面があった。名誉提督は1 9 2一年二月十八日に退役し、その後四年にわたって、 フィラデルフィア海軍救護員の委員長を務めた。名誉は退役後も1930年の解放案によってその階級を保持し続けた。彼は1937年2月23日にニューハンプシャー州ポーツマスで死去した。その栄誉を称たたえ1940年にベンソン級駆逐艦の二番艦にその名が命名された。ありがとうございます。